さあダブル、これもねダブルダブルサービス、はい、さあ私の気持ちいい、さあケンケンさんの気持ちも入った、ありがとうございます。スペシャルサービスやけくすな、これ、ね、はい、さあゆずね、マシマシでいきましょう、ダブルダブルサービス、これ私の気持ちいい、さあキャンさんの気持ちも入った、ありがとうございます。太一くんの気持ちもちょこっと入れておこうね、はい、チンピの香り、さあこれねカズさん西洋でいきましょうね、はい、さあ朝の実ね、これちょっと多めに入れておきましょう、はい、ありがとうございます。負けない、やけくそ入った、YouTube ライブ、はい、今ずっとやってて、3時間も見せて、ね、ただで帰るわけにいかないんで今回の動画は足利恵比寿港代行購入2の動画になります。チャンネル登録と高評価してもらえたらすごく嬉しいです。皆さん応援よろしくお願いします。さあ、尊い薬剤のみかん、これまた陳皮、磯の香りを味わいましょう。これにごまの香り、山椒を寝かして、これ麻の実が入ります。さあ辛いところ、まずは一杯ね、こちらがシングル、これに海苔の香りを加えましょう。ニンニクの味、香りを加えていきましょうね。さあ作り置き、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございますね。ニンニクね、これもねたっぷり入れましょうね。たっぷり入った、まあ、さらにね海苔の香り、さあ辛味を加えたところが腸液からの辛いところに変わります。さあね、江戸名産物、江戸の香りから薬用七味唐辛子七色、まあね、各種各種の名産物でございます。風味とね香りで味わいましょう。秘伝の香りから、あ、人の辛いの聞いたからもう一杯辛いの負けだ。薬用と唐辛子七味唐辛子七色でございますね。それでは、はい、あの親方、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、やっと飛び出た、あの大行列で、はい、まあまあ、今あの落ち着いたということで、はい、じゃあ代行購入いいですか。はい、大丈夫です、はい、ケンケンさん、ケンケンさん、はい、はい、ケンケンさんの代行購入で、はい、3つ作ってもらいたいんですけど、はい、じゃあ順番に、順番でいきますか、はい、順番で、はい、じゃあ、ゆず七味超激辛、ゆず入りの超激辛ね、はい、で超激辛の、はい、ゆずマシマシで、ゆずマシマシで、はい、お願いします。さあこれゆず風味でいきましょう、はい、まずはこちらね、四国さぬきの名産物、鷹の爪の順物に大体焼き唐辛子を加えます。さあこれね、尊い薬剤のみかん、陳皮から磯の香りを味わいましょう。江戸松葉型、これにごまの香り、ゆずやニンニクが入ると山椒が入りません。これね、浅の実が入ります。さあ辛いところ、まずは一杯ね、こちらがシングル、ね、ダブルでいきましょう。ありがとうございます。ダブルの辛いところ、さあさらにね、海苔の香り、味香りを加えていきましょうね、はい、さあゆずね、これマシマシでいきましょうね、はい、さあダブル、これもねダブルダブルサービス、はい、さあ私の気持ちいい、さあケンケンさんの気持ちも入った、ありがとうございます。スペシャルサービス、やけくすな、これね、はい、超激辛ですよね、はい、さあさらにね、これ辛味を加えたところは超激辛の辛いところに変わります、はいはい、さあ作り置きね、詰め合わせているものはございません。お好みで調合いたします。さあさらに海苔の香り、はい、まあ、人の辛いの禁止だからもう一杯辛いの負けた、ありがとうございます。スペシャルサービスね、ケンケンさん専用になっております、はい、さあゆずね、マシマシ超激辛ゆず入り風味になっております、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします。さあサンドサンドの食卓の友でございます、はい、さあお後は、はい、それではお次、中辛七味、はい、普通の中辛で、はい、よろしくお願いします。ただいま混ざりましたのは、これ一般ご家庭大衆向けの辛さが中辛、さあ江戸の名産物から色の香り、薬用七色中辛、徳川300という4年の伝統中辛、さあ香りを加えましょう。海苔の香りから、これにごま、山椒の香り、さあ中辛にはまず一杯シングル、さあご引きからご愛嬌、これねダブル、ありがとうございます、ね、ダブルダブルサービスね。さあこれも私の気持ち、はい、さあこれケンケンさんの気持ちも入った、ありがとうございます。中辛、甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、風味一番、香り一番でございます。さあ自家製造直売でございます、はい、はい、じゃあすいません、最後なんですけど、はいはい、ブートジョロキア三味、ジョロキア三味、そう、ジョロキア三味で、何、三味の内容が、
赤唐辛子、はい、焼きあとジョロキアをジョロキアマシマシでお願いします。マシマシでね、はい、大丈夫作る方も大変だ、ね、ありがとうございます。さあこれもね、まずは四国さぬきの実の産物、八つさぬき一本、鷹の爪の順物に焼いた焼き唐辛子を加えます。さあまずはね、これ一杯シングル、ね、ダブルでいきましょう。ありがとうございます、ね、ダブルダブルサービスね。さあこれ私の気持ちも入った、ね、プーとジョロキア入れていきましょうね、はいはい、さあね、作り置きね、詰め合わせてるものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあこれは辛いからね、ちょっと距離が遠い顔と、さあ江戸の名産物から江戸土産でございます、はい、さあこれね、たっぷり入れていきましょうね、はい、ありがとうございます、はい、さあこのね、焼けくそだね、はい、さあもう一杯負け、はい、さあこれね、ケンケンさんの気持ちでマシマシ勝負、はい、ありがとうございます。加減してね、食べてくださいね、はい、さあ人の辛いの禁止だから、もう一杯辛いところね、はい、ありがとうございます。スペシャルサービスね、満タン入った、はい、朝晩の味噌汁からおすんこをはじめ、鍋物煮物からまたおうどんおそば、あらゆるこちら季節のお料理物用としてね、美味しく召し上がれます。さあ風味香りで味わいましょう。さあ自家製造から製造中直売、サンドサンドの食卓の友な難易度でございます。さあこれはブートジョロキア酸味になっております、はい、さあこれは辛い、はい、朝晩の味噌汁からおしんこをはじめ、鍋物煮物からまたおうどんおそば、あらゆるこちら季節のお料理物用として美味しく召し上がります。真っ赤っかだこれね、真っ赤っかだ、香りで味わいましょう。さあ製造直売の品物でございます。小出しで使って保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください、はい、朝夕の食卓の友でございます。全部唐辛子ですもんね、これは辛いね、すごい色でした今。朝湯の食卓の友でございますさあね、これねブートジョロキア酸味ね、はい、さあ甘い辛いはお好みで調合いたします。はい、あとあの親方シール、はい、ステッカーね、はい、よろしくお願いします。じゃあこれもね1枚ね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこれね、はい、これも入れておきます。はい、ありがとうございます。はい、ケンケンさん専用になっております。はい、ね、辛さお好みで調合いたします。出来たて趣味お届けです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。さあどうぞ、はい、ではあの続きまして、はい、あの大高校にまたよろしくお願いします、はいはいはい、大丈夫です、ね、はい、今はねやっと落ち着いた、はい、そうですね、はい、ね、今のうちにやっとかないとみたいな、ね、まあでも、はい、もうね、そうですよね、落ち着いてね、はい、じゃああのお次、キャンさん、キャンさん、はい、ありがとうございます。キャンさんの代行購入で2つ作ってもらいたいです、はい、で、1つ目は、ゆずごみの超激辛、ゆずごみ、はい、はい、でごみの内容が、はい、赤陳皮、陳皮、焼き、香菜、はい、ゆずがマシマシで、マシマシでね、はい、さあじゃあこれキャンさん専用でいきましょうね、はい、お願いします。五色のね唐辛子作っていきましょう、はい、さあまずはね四国さぬきの名産の鷹の爪の順物に焼いた焼き唐辛子を加えます。さあこれね尊い薬剤のみかん、こちらもね陳皮から、さあ風味香りで味わいましょうね。ここに柚子の味香りを加えていきましょう。さあ自家製造から製造中直売の品物でございます。さあ柚子ねマシマシでいきましょう。ダブルダブルサービス、これ私の気持ちいい。さあキャンさんの気持ちも入った、ありがとうございます。太一くんの気持ちもちょこっと入れておこうね、はい、さあここに入った、ちゃんと入ってた今、入った、ね、俺の気持ちがちょこっと香りでいきましょうね、はい、さあさらにね辛みを加えましょう、はい、さあ超激辛でいきましょうね、はい、さあ辛さもマシマシでいきましょう、はい、さあ風味一番でございます。さあたっぷり入った、ありがとうございます。さあもう一杯ねキャンさんの気持ちも入れていきましょうね、はい、風味一番香り一番、サイドの名産物から江戸土産でございます、はい、さあ超激辛ね5色ね、これは柚子ねたっぷりね、はい、さあ柚子マシマシになっております、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、さあお後は、お次は、はい、ニンニク七味の超激辛で、超激辛、はい、朝飲み抜きね、でニンニクをマシマシでお願いします。マシマシで、はい、さあこれもねまずはねこちらね四国さぬきの名産物、八つさぬき一本、辛口のナンバーワン鷹の爪の順物に焼いた焼き唐辛子を加えます。さあ尊い薬剤のみかん、こちら陳皮から磯の香りを味わいましょう。これにごま、まず柚子やニンニクが入ると山椒が入りません、はい、これ朝飲みも抜かしましょうね。さあ辛いところまずは一杯ね、こちらがシングル、さらにね海苔の香りを加えましょう。さあこれにねニンニクの味香りを加えていきましょう。さあシングルからこれもダブルね、ダブルダブルサービス、まあ、ダブルからトリプルね、まあねキャンさんの気持ちいい、ありがとうございます、まあ、人の臭いの気にしたから臭いところね、もう一回負けだ、マシマシ入ったね、はいはい、マシマシ香りで味わいましょうね。さあさらにねこれ辛みを加えましょう、はい、さあ超激辛になります、はい、さあ朝夕の食卓の友でございます。さあこれは辛い、さらにね海苔の香り、ありがとうございます、人の辛いの気にしたからもう一杯辛いところね、おまけだ、はい、さあ作り置きね詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。風味一番香り一番、さあ江戸の名産物から江戸の香り、焼きを七味唐辛子ならえるでございます。甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、ね、製造から自家製造直売の品物でございます。
キャンさんね、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。風味一番、香り一番、はい、さあ江戸の名産物から江戸の香り、薬用染みとおらしじゃないでございます。甘い辛いはお好みで調合いたします。ありがとうございます。どうもすいません、ありがとうございます。エビスコ限定ということで、はい、これ限定で、まだつけちゃった限定好きだから、ね、限定勝手につけないでください。はい、ありがとうございます。出来たて締めお届けです。ありがとうございます。親方お疲れ様です、はい、ね、それでは、はい、最後の大工購入となりました。ありがとうございます、はい、最後は、はい、カズさん、はい、カズさん、はいはい、カズさんの、大工購入ということで、はい、カズさん、ニンニク七味中辛、はい、ニンニク七味中辛、はい、朝のみ、ちょい増しで、はい、朝のみちょい増しでね、はい、ちょい増しで、はい、はい、で山椒は入りませんからね、はい、さあね、これね、はい、カズさん、よろしくお願いします。行きましょう。あれ辛さは 何柄だっけ。中辛で、はい、さあこれね、まずは四国さぬきの名産物からいきます。安草の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物の辛いところから。さあ尊い薬剤のみかん、これまた珍味、磯の香りを味わいましょう。これにごまの香り、まあ、山椒に浮かしてね、これね、麻の実が入ります。最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ海苔が入って特製、これにごまの香り、ね、ニンニクのね、味香りを加えていきましょう。さあ作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあこのね、ニンニクね、たっぷり入った、ありがとうございます。さあさらにね、海苔の香り、さあこれにね、陳皮の香り、さあこのね、カズさん西洋でいきましょうね、はい、さあ朝の実ね、これちょっと多めに入れておきましょう。はい、ありがとうございます。負けた、焼けクソ入った、焼けクソ入った。さあ朝日の食卓に飛んでございます。焼けクソ。さあ作り置きね、詰め合わせているものはございません、はい、お客様に合わせて完全調合中でございます。まあ、ちょっとじゃなくてね、やけくそになっちゃった。甘い辛いがお好みで調合いたします。朝晩の味噌汁からお新香をはじめ、はい、鍋物、煮物からまたおうどん、おそば、まあ、あらゆるこちら季節のお料理物用としておいしく召し上がります。さあ新唐辛子は風味から香りで味わいましょう。さあ製造直売の品物でございます。甘い辛いはお好みで調合いたします、はい、風味一番美味しくね、召し上がってください、ね、はい、ありがとうございます。お願いします。グッチのバッグ、グッチ出たよ、はい、グッチの、はい、朝夕の食卓の友でございます。さあ作り置きはございません、はい、さあカズさんね、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。出来たて締めお届けです。さあありがとうございます。朝夕の食卓の友でございます。さあ作り置きね、詰め合わせているものはございません。お好みで調合いたします。さあ大柄になりますと、辛口のナンバーワン、中の爪の順物にただいま混ぜ合ってます。これベースの中辛、さあ焼いて焼くところ。それでは、はい、最終回、はい、ちょっとね、YouTube ライブ、はい、今ずっとやってて、3時間も見せて、ね、タダで帰るわけにいかないんで、そうじゃないですか、やっぱりね、やっぱりね、そう、3時間も経ってました。そう、やっぱり、ね、お土産趣味が、ね、必要ということで、はい、手ぶらで帰るわけにいかないんで、じゃあ、一つずつ、はい、作ってもらいたいんですけど、じゃあ、親方は、はい、親方のおすすめ、まあ大柄の海苔が多めぐらい、いつものやつで、それがね、はい、本当にまあ、はい、無難かなと思います。あ、じゃあそれと、はい、もう一つ、じゃあ奥様の方に、はい、はい、何ですか。いや、やっぱりでも中柄がやっぱり一番。中柄ですか。じゃあ一つずつ、秘伝の中柄でね、はい、よろしくお願いします。大柄でいきましょう、ね、はい、じゃあ、ね、じゃあ最終回ね、混ぜていきましょう、はい、各地の名産物、秘伝の香り、はい、まずはベースの中柄、徳川300という4年の伝統、秘伝の香りでございます。さあまずはこちら四国さぬきの名産物からいきます。安草のこちら木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に紀州からはこれありだ、新物のおみかん、この尊い薬剤のみかんから、これね、学名は陳皮と呼ばれております。こちらおみかんの皮を粉末にしたもの、また磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。松葉園から松葉のり、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっております、こちら東海道から朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また噛んで香ばしいのが野州、栃木の名産物から日光名産物、これね、朝の実が入って、最後生の唐辛子をこれごまの油で焼きました信州、長野県からは善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちらお目通り七味唐辛子七色となっております。7種類混ぜて七味唐辛子になります。7種類から、これも各地の名産物から名産物、名産品、まあ、十二分に混ぜて出来上がりましたお品物、これが一般ご家庭大衆向けよう。まずは辛さのベース中辛になります。さあ江戸時代、徳川三代将軍江戸入り光のご時世に誕生し、明治から大正昭和平成令和に至るまで風味一番からは需要薬用となっております。七色趣味、お客様に合わせて完全調合中でございます。風味ね、香りで味わいましょう。秘伝の香りから、
さあ大柄になりますと、これに辛味を加えたところが大柄辛口のナンバーワン。鷹の爪の純物の辛いところからただいま混ざりましたベースの中辛、焼いた焼き唐辛子を加えて辛口、これが大柄。さあ磯の香りを味わいましょう。江戸松葉型海苔の香りから特製、これにごまの香り、うちの七味唐辛子、この山椒の香りが余計に入ります。風味一番から。さあ大柄にはまず一杯ね。こちらがシングル。さあごひいきからご愛嬌、ここもねダブルでいきましょう。ありがとうございます。ねダブルダブルサービスね。さあ最後これもね海苔ねたっぷりいってみましょうね。ありがとうございます。海苔たっぷり入った。最後ねやけくそだ、もう一杯ね辛いの負け、やけくそ入った。スペシャルサービスね、大柄海苔多めになっております。サンドサンドの本当にやけくそになっちゃった。自家製造から製造直売の品物でございます。香りで味わいましょう。海苔の香りから一応ね分かるようにね示しとくね。ありがとうございます。朝夕の食卓の友でございます。作り置きはございません。お好みで調合いたします。はい、一応ね大柄って書いておくね。はい、ありがとうございます。海苔多め。じゃあ次お前つ、はい、まあ、はい、チェンジして袋詰めにやってもらえるんだよね、はい、あの親方にね。さあこれ珍しいパターンですよね。かなり300年の伝統、秘伝の香り、はい、サイドの香りから、はい、よろしくお願いします。じゃあねこちらはね、じゃあ秘伝の中辛からいきましょう、ね。はい、これねこれ私のスペシャルブレンドのねこちら中辛です。これは本当ね昔から伝わるね秘伝の中辛になっております、はい。こちらにね風味化していきましょう。江戸は東京名産物のね青のり、埼玉県からねこちら武州のすりごまです。こちら東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。こちらねまずはねシングルのおまけ、こちらもねダブルのサービス、ありがとうございます。最後ねこれ私の気持ちです、ね。はい、気持ち入った。たっぷり入れときますね。こちらがね秘伝の中辛になっております。はい、さあね滋養薬用と尊われました七色は七味、自家製造直売中のお品物でございます。これからの季節、鍋物、煮物、おうどん、おそば、夏場の暑い時期でも冷やむき、そうめん、冷ややっこ、何にかけてもね美味しく召し上がれます。ありがとうございます。自家製造直売中のお品物でございます。美味しくね召し上がってくださいね。さあ風味香りで味わいましょう。さあ秘伝の香りから江戸の香り、薬用七味唐辛子ならいでございます。サンドサンドの食卓の友でございます。さあ大柄海苔多めとねこれね辛さね中辛になっております。ありがとうございます。滋養薬用と尊われました七味七色7種類、まあ、各種各種の名産物でございます。まあ、作り置きはございません。自家製造直売でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃああの誰かにね届くと思われる、はい、この、ね、お土産しね今日ね、こんだけ頑張って最後の最後だから ね、 そうですね。そう YouTube ね見てくれた皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあお兄さんお姉さんもよかったらね、さあ足利恵比寿港代行購入にの動画最後までご視聴ありがとうございました。